つ申し上げない。今日4月23日、めちゃくちゃ楽しみにしてる人はどんぐらいいるんだよ。声聞かせて。今日のタイマンみんな、この先なんか激アツなイベントがうんだらかんだら、楽しみなイベントがうんだらかんだら、俺らもそうだよ。でもね、一個言わせて、放課後関係ねえんだよ。だってさ、今日しか来れないかもしれんよ。今日いるこいつら、渋谷新宿ってのはすぐ身内乗りになっちまうよ。東京立川はそこが一味違うんだとこしっかり見せつけてやろうぜ。俺たちがルーペゼン東京立川、茨城つくば、お待たせしました。お前らが一番かっこいい、そう思ってくれるバンド、ウォルラスタートだ。Thank you.
ルペットが臭いんだったらやれよ。ああ女子供を守ってやれよ。お前らの本気やゲストだ。
その楽しんでるのお前らの魂を拳に込めてぶつけてください。1,2,3 はい、武道館とか紅白とか
前に新しいベーシストなんじゃないの。バンドもエクスタリバーとよろしくどうぞやっといてください。俺らなりのエールです。 This song is called Actoやり方だけどフルブは立つかも。これが俺の勝ち方わかる。やーやーやー続けて遊んでる。それでもいい立てだったルールとか関係ないで飛んで守りやしない頃立つ頃寝るはずって遊んでる。俺らは俺らに詰め踊る。だからそのことどうでもええわ。まあこれは確かにパケットかラウンドパックのこれ確かにこれいいことだけど通りに全部にやっとなくていいんだけど熱意が俺らの前でああだこうだってことも言ってたね。今日は渋谷でラブレイあとアライアンスのプーマーいやそれよりもウェルスタートで大切な運動はプレミアム価値があるから価値上がる。いやでこれが東京 UMC 茨城来年出るからよろしくどうぞ。俺らのワンダーサンド唯一無二のバンドマン。誰もバレできんやろこんなやり方。茨城くんはラストさんでした。ラストソングオーケストオールオール
ライブが終わったんで告知を1個させてください。5月の5日に越谷イージーゴーイングスで主催の企画があります。お時間ある方は よかったらぜひお願いします。今日出てくれたインサーラクションもオープニングアクトとして力を貸してくれます。立川バブルでも必ず主催やったりワンマンやったり何かしらの形で、あいつは後で殺します。立川バベルにも必ず恩返しして、今年はもう10本近く立川は今年まで決まってるんで、またライブハウスで会いましょう。ありがとうございました。全バンド物販端から端まで見てやってください。かっこいいと思ったバンドにかっこよかったですって言ってください。ありがとうございました。